い、どうも皆さん、こんばんは。なんと、エンターテイナーのお時間がやってまいりました。なおです。さて、平成から令和になりました。おめでとうございます。さて、今回ですね、令和一発目の動画になります。今回は、名探偵コナンランダ新世のコンダクターをやりたいと思います。今日はですね、ガチャをね、やりたいと思います。今、期間限定の水族館事件があるんですけども、これのね、ガチャをやりたいと思います。まあ、詳細を見ていただくとですね、1回目がダイヤ700個、それ以降750個、800個と、どんどん期間限定で、まあ、聞くことができます。まあ、キャラクターはですね、工藤新一、灰原愛と、まあ、ランクが高い、キャラクターがいっぱいいます。僕はあれかな、工藤新一と、ムスナ、灰原愛、あと、服部平次が出てほしいなって願ってます。では、聞いてみたいと思います。では、いきます！はい、引きます。11回ガチャ。だーってねー、何が出るかな、いいの出てきてほしいな。初めてセンター、おお、アムロトールさんだ。アムロさん、おお、スバルさん、お、ヘイジン、やったー、ヘイジ出ました。赤井秀一、スブラミチヒコ、おお、ハットレイジまたや。僕の名前はエドガーコナン、あー、その子だ。来た、アムロさんや。おお、工藤新一スキルが2レベルに上がりました。なんかね、新しいキャラが増えてきました。まあもう何度か手にできたキャラクターもいて、レベルアップもできましたね。レベルアップするのは江戸川コナンと工藤新一です。はい、ということで次はですね、こちら期間限定ガチャだと思います。こちらはアムロさんと風見がね、だいたい中心となって出てくるのかな。まあ、アムロさん出てきてほしいね。俺的には。アムロさん出てきてほしい。では、行きまーす。スタート！お願いしまーす。さあ、と、もう一回必要ね。さて、コナン君が蹴り始めました。鈴木さらくよ。あ、鈴木との子。ハットリエイジ。僕の名前はステラ。あ、ステラだ。この僕の名前はステラ。おお、ステラの SR 来ました。レアよ、レアレアレア。来た、俺は完璧主義者なんでね。どうしたー、僕の名前はステラ。あ、またステラさんだ。ちょっと、この方、少年探偵団のスブラヤミチヒコだ。俺は少年探偵団の小島健太だぜ。私の名前はハイバラ。ハイバラ、うん、おいしょ、カサミちゃん、カサミ来たよ。工藤新一、よろしくね。新しいキャラも増えてきました。ね、レベルアップ、まあ、何でかに出てきたキャラクターもいて、レベルアップもしてます。ママの収穫です。はい、ではですね、ガチャでいろいろとキャラクター集まったので、ね、イベントやってみたいと思います。水族館事件ですね、ちょっとクリアの方をね、お見せしたいと思います。服部平次をちょっと一回やってしまったんですけども、ご了承ください。では、それではスタートです。ね、まあ、最初の手がかりも取れるように、なりました。おい、おい。これね、まずね、手がかり取るのが一番大事なところですね。あと、爆弾気をつけてください。こういう風に炎が深くなってるので、こういう風に飛び上がればこの物を向かってんですよ。この回答にお任せを。おい、おい。まあね、結構何十回もやってるので、僕はもう慣れてますね、結構、手先は。おい。実はですね、ランクもね、20レベルにね、なっていますよ。あ、フィーバータイム来ました。もう、ね、あとはフィーバータイムどれだけ手がかりが集まるか、勝負になってきますね。服
フリーヘイジね、結構スピードに上がるんですよね。知らなかった。あ、磁石もね、必ず取った方がいいですよ。手がかり吸い取ってくれるので、アイテムね。お、また磁石だ、ラッキー。おい。おい、おい。おい。あれ？なんか、イベント、あ、こういうのはね、取っといた方がいいですよ。こういうの。それだとね、ポイントも稼げるし、なんかアイテムの交換要素にもならない、絶対取っといた方がいいです。あ、バグランの人にこういうのがあってね、すぐ爆発するってやつね。それ注意した方がいいです、マジで。はい、クリアしました。はい。はい、全部クリアしました。で、結果はこれだけ集まりました。629ポイント。になりましたと。まあね、ランクも21レベルとかなり成長しております。4月の下旬ぐらいに本場のキスト見に行ったんですけども、いや、なんと初舞台が海外ということで、すごい楽しみにして見に行きました。いや、あれを見るとね、シンガポール行きたくなりますね。まあ、11月ぐらいに行くかなと思います。で、またね、ちょっとね、コナンの、ゲームね、どんどん成長していく。そして、図鑑もね、できたらコンプリートしていきたいなと思います。ということで、以上、ナオトエンターテイナーロイドのお時間でした。また、いつかお会いしましょう。バイバーイ。真実はいつも一つ。もっと強くな、僕の手で、君を抱きしめて、抱きしめて、抱きしめてあげよう。